今日の話、最初はまず気候変動の健康影響一般ということで、まあ、全球で見た場合にどうかという話をまずして、その中でじゃあ日本はどういう影響があるのかという話をします。その中でもまあ重要だと思われる熱関連超過死亡について、特に詳しくお話をして、その後に、まあ、それと関連はするんですけれども、熱中症、救急搬送について、それから、未解決の問題についてもちょっと話をさせていただいて、それから、適用についてもお話をさせていただきたいと思います。まず最初、気候変動の全球影響についてはですね、ここにお示しした、WHO ですね、世界保健機関の、報告が、まあ、中でも一番新しい、2014年ですので、もうかなり時間は経ってますが、これ以降、こういうふうな、包括的な影響評価はされていないと思います。で、この中では、まあ、熱関連超過死亡、これ私が担当しましたんですけれども、私のグループですね。それからあと、下痢性疾患、低栄養、マラリア、デング熱、沿岸洪水という項目を扱いました。これがまあ重要なものとして認識されていたということです。で、これまとめますと、そこで出された報告から持ってきたものですけれども、気候変動によって追加的に、起こる死亡ですね、がどれぐらいあるかというものを見たときに、これはまあ SLS という昔のシナリオで A1B という、まあ、結構ジャブジャブ使う方に入るかと思いますが、そのシナリオで2030年にどれぐらいになるかというものですね。で左側に世界全体の状況をお示ししてあります。ここで見ますと、まあ、低栄養がやっぱり一番大きな影響を及ぼします。先ほど農業の話をお聞きになったかと思いますが、まあ、いわゆる、中低所得国というのは大体熱帯にありまして、農業の影響を非常に受けると。まあ、それによって、まあ、飢餓が起こってしまうということですね。でそれのために低栄養になり、それで死ぬこともありますし、まあ、他の病気にももちろんかかりやすくなるわけですけれども、ということで、低栄養が一番大きな影響を及ぼすだろうと。それから、まあ、マラリアですね。これは、東南アジア、アフリカなど、やはり、中低所得国で非常に重大な問題です。それから下痢性疾患ですね。やっぱり暑くなると下痢性疾患も、増える部分があります。それから熱関連疾患ですね。これただ、まあ、多少適用することも見込んでますので、これぐらいになってますけど、本当は適用がなければもっと、大きな値になる可能性もあります。で、これ実は熱関連疾患以外は、大きな影響を及ぼしてますが、これすべて、子供が非常に大きな影響を受けます。まあ、それに対して、熱関連疾患というのは、熱関連の死亡というのは、すべての年代が影響を受けます。で特に高齢者が、やはり、脆弱な集団として、重要になってきます。で、まあ、右側、先進国だけに絞ってみたらどうかということですけれども、結局まあ、先進国っていうのはお金がありますので、多少農業生産が落ちても、高い金を払っても買える。それからもちろんアダプテーションですね。いろんな適用策も先ほどの、お聞きになったと思いますけれども、いろんなことがやはりできるので、あまり低用の問題はない。それからマラリアとかデング熱っていうのは、まあ、媒介する動物が入ってこなければ大きな問題にはならない。それから下痢性疾患も、もちろん増えるという報告もなくはないんですが、まあ、量的には非常に少ないということになるかと思います。で結局、熱関連死亡だけがここでは残っています。まあ、ただ、先ほどお示しした中で、沿岸洪水はこれ、量的な評価してませんので、判定量的な評価しかしてません。ですから、まあ、日本に関して言うと、あっと行き過ぎましたね。熱関連超過死亡というのはやはり大きな問題になりますし、それから、極端現象による災害ですね。洪水、台風。こういった二つが大きな問題になります。ただ
後でお示ししますけど、脂肪に関して言いますと、やはり熱関連超過脂肪が圧倒的に多いと考えていいかと思います。洪水とか台風というのは事前に予測ができますので、危ない時には皆さん避難していただきたいというアナウンスをすれば避難もできますし、そういう体制も整ってますので、実際にその被害に遭われて亡くなる方っていうのはそれほどは多くないということになります。ただし金額的にはもちろんここ数年毎年のように災害が起こってまして大きな被害が起こっているのは皆さんご承知のことと思います。それから、新たな問題として複合影響というのがあります。これは後で詳しくご説明いたします。で、その一番大事だと考えられる熱関連死亡の考え方ですけれども皆さん熱関連というと熱中症を思い浮かべられると思いますけれども、それだけでいいでしょうかということですね。これは国際疾病分類というのがあるんですけれども、それでは、X30 というコードがついてまして、自然の過度の高温という、ことになります。で、これで死ぬのがどれぐらいかということも 見ればわかるんですけれども、実はこれ外因というところに含まれるものです。それで日本のデータですけれどもこれ東京の例ですけれども、超過死亡って、気温っていうのは非常に快適な気温というのが ありまして、そこで死亡リスクが一番低くなるわけですよね。で、その一番低い死亡リスクのところが大きいということになりますが、それから何度気温が上がったらどれぐらい死ぬか、OT、この表のですね、一番左側、Tmax-OT ってありますが、これが0ということは OT そのものですね。リスクが一番低いところということで、そのリスクを1としたときに、じゃあそこから5度上がったらリスクは何倍になるかというふうな形で見ていきます。ここで見ますと、5度上がったときには、非外因死亡のリスクは 1.06 倍。で、総死亡のリスクも 1.06 倍ですね。ほとんど変わりません。で、そういう目で見ていただくと、OT から20度上がったところでも 1.65 と 1.60 ですから、結構近いということになります。ですから、ほとんど、違いがないということになりますね。だから 0.65、20度のところで言うと 0.65 分、余分に死ぬわけですけれども、その中で、外因の占める割合は 0.05 しかないということですね。ですから、この熱関連のリスクのほとんどっていうのが熱中症以外ということになります。じゃあなんで死ぬんだということですけれども、メカニズムを考えていきますと、体温が上昇した時の影響ということで、生理学的なに分かっていることをここでお話ししたいと思いますけれども、体温が上昇すると、そのために体温が上がらないようにするために発汗をします。そうすると発汗のために、体内の水分量が足りなくなって脱水が起こります。で、この脱水が起こると、実は心臓というのは末梢から血液が返ってくると、部屋が満たされて、それを押し出すことができるんですけれども、その脱水で返ってくる量が減ると、押し出しにくくなってしまうんですね。ポンプの機能が低下してしまうということが分かっています。ですから、末梢にあんまり血液が届きにくくなってしまうということですね。それからもう一つ、発汗しますと、その中に含まれている、電解質と言いますけど、ナトリウムとかカリウムとかですね。そういったものも失ってしまいます。で、その、電解質のアンバランスによって熱痙攣が起こったりします。で、さらに、体温が上昇してきますと、いろんな臓器がその熱によって障害を受けます。で、脳が障害を受けると意識障害が起こりますし、それから、それぞれの、いろんな臓器も、熱による影響、それから脱水によって、血液があんまり来ないということもありますので、ちゃんと働けないということになりまして、最終的には、血管の中で、血液が凝固してしまうみたいな、大変なことが起こりまして、死亡してしまうということになります。こういった形で死亡しますと、もうそれは熱中症の死亡ということで、確定するわけですけれども、
ですからここまで行く人は少ないということが重要な問題になります。で、ここにお示ししましたように発汗というのがですからやはり大きな問題になりますね。それからまあ暑くなるということが問題であると。で、気温と脂肪との関連を見るときに、じゃあ他の要因というのは何があるかというのを見たのがこの2つのグラフですね。一つ左側は年齢ですね。まあこれ、年齢階層で分けていて、一番上が65歳以上ですけれども、もちろん寒さの影響というか、まあこれ季節の影響なんですけれども、の方がまあ大きいようには見えますけれども、まあ、これで見た、このグラフで見ると28から33度というカテゴリーが一番、リスクが低くて、それから33度以上になると上がっていますが、こういうような形で、上がってくる。それが、例えば55から59歳になるともうほとんどそういう状況ではなくなってくる。で、これまあよく見えないんですけれども、実は低年齢層のところでは、33度 C 以上でリスクが上がっています。ただし、これは、夏休みに入りますので、暑い時は。まあ、リスクの度合いが違うわけですね。毎日学校に通うだけのリスクと、海や山に行くリスクが違いますので、まあ、そういう影響もあるだろうということが考えられています。まあ、いずれにしても、年齢というものが大きな、関連要因となります。で、実数で言うと、やっぱり高齢者で一番大きいというのが、これから分かっていただけるかと思います。それから右側は死因ですけれども、これで見ますと、やはり循環器疾患の影響は大きい。それから呼吸器疾患というのは、水色のグラフですけど、まあ、これもやや大きい。それから、まあ、外因というのもちょっとありますね。で、先ほど言いましたように、熱中症はこの外因に含まれるわけですね。ただまあ、いろんなことが分かってきてまして、今、その外因の中に含まれている自殺というのも、気温と関係があると言われています。ということで、結局ですね、脆弱集団ですね、高齢者とか循環器呼吸器疾患をもともと持っていらっしゃる方々、そういった人が、脱水とか電解質異常といった、まあ、軽度から中等度の影響によって死亡してしまうのが問題であるということになります。ですから、まあ、対策としては、水分補給と室温調整というのが重要ということになります。この2つですね。まあ、結局はこれをやればいいという話になります。今までちょっと漠然とお話ししてきましたけれども、まあ、基本的に定義というのはですね、熱関連超過脂肪の定義というのは、この、グラフのように気温と脂肪の関係を見まして、その一番リスクが低くなるところですね、指摘気温から気温が上がったときに、余分に死んでしまうところ、そこが超過脂肪ということになります。ですから、これがどれぐらい大きいかということを見るということになりますね。で、まあ、それを調べるんですけれども、その単純に、グラフを書いてそれでやればいいというわけではないというお話です。これ宮城県の2001年から2015年のグラフで、左側が、気温と脂肪との間関係をプロットしたものです。それで、これは単純にそのプロットしたものに対して、スプラインという、セミパラメトリックな関数を当てはめて、回帰したものですね。そうすると先ほどお示ししたのと同じように、寒冷の影響が見えます。だから、寒くなるとやっぱりその寒さという、その日非常に寒いとやっぱり死亡率高くなるのかというふうな印象を与えますが、実は、右側のグラフをご覧いただきたいんですけれども、季節を調整する。まあ、これは回帰曲線の式ですね。に、まあ、死亡数イコールという形で、まあ、気温の項がもちろん入るわけですけれども、それ以外に、季節の項ですね。例えば、まあ、どういう形でもいいんですけど、例えば1月、2月、3月みたいなその月を、ダミー変数として入れてあげてもいいんですけれども、まあ、いろんなやり方がありますが、そういう季節の調整をすると、
寒冷影響が消えてしまいます。これどういうことかというと、夏場に比べると、冬場は、リスクが高いです。確かに。でも、その冬場だけで見ると、冬場の中で気温が非常に低い日と、それほどでもない日で比べたときに、その違いによって、リスクが上がるかというと、そういうことではないということですね。まあ、そういうこともありますので、やはり季節は調整しなければいけないということになります。それからさらにですね、ある日、非常に気温が高かったとして、じゃあそれが、その日だけの影響で済むかというと、そうではない。というのが、まあ、ここにお示ししたものですね。これは、横軸にラグっていうのが書いてあります。まあ、持ち越し効果ということですね。ゼロが、暑い日、その当日ですね。それからその次、1っていうところが、1日後はどれぐらいリスクがあるか、2日目はリスクがどれぐらいあるかというふうに見ていって、だいたい、まあ、3日ぐらいまで、ちょっとまだリスクが残ってますけども、4日ぐらいでほとんどリスクはなくなるということがこれでわかるかと思います。でもいずれにしましても、その、暑い日だけの影響を見るだけでは足りないということですね。こういうふうに、何日か分の影響が、足し合わされているという構造をやっぱり表現できるモデルでなくてはいけないということになります。まあ、そういうことができるモデルというのがそこに書いてありますけれども、Distributed Lag Nonlinear Model ということになります。こういう持ち越し効果ですね。ラグをノンリニアに、長い期間ですね。この場合はまあ15日ぐらいまで取ってありますけれども、長い期間取って、それも影響を考えるというふうなことが必要になるということになります。で、結局、最終的にはこの3次元のグラフを、まあ、回帰するわけですね。これ、気温と、さっき言ったラグですね、持ち越し効果の合わさったものとして、そのリスクが、Z 軸方向に、リスクとして表されているグラフになります。で、まあ、ちょっとこれよくわかりにくいんですけど、で、まあ、量的な判断は、これではなかなか難しいというのがあります。それで、結局その何をやるかというと、ラグ方向に、リスクを全部足し合わせます。それで、気温と、リスクとの関係に、まあ、集約するという形を取る。それが右側のグラフですね。これですから、右側のグラフは、23度ぐらいですかね。で、一番リスクが低くなっている。まあ、ここが先ほど言った OT とか、まあ、別の論文だと MMT とか言ったりするんですけれども、まあ、主的気温ですね。になって、それから、気温が1度上がったときに、その日の影響、それから何日か後までの影響を全部足し合わせると、これぐらいリスクがありますよというグラフになります。で、まあ、ここはちょっとモデルが違うので、寒冷影響も多少は残っています。まあ、この辺が、ちょっとその、実際にどういうふうに見たらいいのかなかなか難しいところではあるんですけれども。まあ、いずれにしましても、こういう、気温と死亡のリスクが分かって初めて影響評価ができるということになりますね。で、それ以外に問題がありまして、実はこの指摘気温というのは気候で異なるということが分かっています。これ実は昔、書いたグラフで、一番右側が、沖縄ですね。それから真ん中が東京で、黒いのが、北海道なんですけれども、こういうふうに指摘気温が寒い地方ほどやっぱり低いんですね。ですから、リスクが早く上昇し始めるということが分かっています。寒いところ。これは日本だけではなくて、世界的に見てもそうです。アメリカでもヨーロッパでも大体そういう傾向があります。ということで、まあ、こういった、まあ、問題はありつつも、このようなグラフですね、リスク関数を使って、
超過関連死亡で将来予測をしなければいけなくなるわけですね。で、そのためのチュートリアルの論文が出ておりますので、それに沿ってお話をしていきたいと思います。これは MCC グループっていうのがありまして、世界的な熱関連超過死亡とかそういう影響を研究するグループなんですけれども、ここの論文のその一番右側にあるアントニオ・ガスパリーニという研究者が、さっきの DLNM を開発したんですけれども、そこのグループで、仕事をしていて、今別のところに移ってますけれども、ビセド・カブレラという人が、書いてくれた論文ですね。これ、この論文を、ダウンロードしていただければもちろん見られるんですけれども、一部日本のデータを使って改変したものをここでお示ししていきたいと思います。まず最初に評価するのに気温と死亡の関連が必要ですね。で、先ほどご覧いただいたのとこれ同じものですけれども、こういうふうに気温と死亡の関連が、を求めなければいけない。ここはやっぱりこれを専門に研究している研究者と共同でやっぱり仕事をされた方がいいかなというところではありますが、で、もともとの論文ではロンドンのデータを使っているんですけれども、ここでは、宮城県平均気温がほぼ近い 11.1 くらいだったかな、年間の平均気温。ということで、ロンドンと、年間の平均気温の近い宮城県のデータを使ってやったらどうなるかということで、ご覧いただいています。まずはこの、リスク関数が必要で、それから必要になるのが将来の気温の予測ですね。で、これは魅力など複数のモデルを平均したものですね。5つか6つぐらいの、モデルを平均すると、こういうふうになる。多分午前中にお話を聞きになったかと思いますけれども、RCP という、どれぐらいの、気温の上昇が起こるかというものですね。それを想定して、将来の気温を、GCM ですね。で、予測するということになりますが、このように、RCP4.5 ですと2100年にだいたい今より何度ですかね、2度ぐらいですかね。で、RCP8.5 だとこれぐらいあるという形になるということですね。これはモデルにもよると思いますけど、こういうモデル、将来のモデル、それからヒストリカルなところまで、モデルで計算することになるかと思いますけれども、こういうモデルが必要になります。気温の将来予測のモデル。それからもう一つ、実は社会経済的な指標とか、それから人口がどうなるかっていうシナリオも必要になります。それも多分午前中にお聞きになったと思いますけども、SSP というものですね。そういうことで予測することになりますが、そうすると、実際に、実現するであろう将来の、社会的な状況ではどうかということについてはいいんですけれども、実はそこの、現在とその人口構造が変わってしまうと、例えば、先ほどご覧いただいたように、年齢階層によって、リスクが違いますから、そのリスクが変わったことまで、考慮して、やると、その人口構造が変わったことによる影響というのも出てくるわけですね。ですから、気候が変化した影響と、そういう社会経済的な状況が変わった、人口構造が変わったという両方の影響が加味されたものとして出てくるわけですね。ただ、実現したらこうなりますよという予測という意味では、確かにその将来の、社会経済的な影響を考慮した変化も組み込んだ方がいいんですけれども、もう一つの考え方というのは、現在、今我々が住んでいるこの世界の社会経済的な状況、人口構造で、突然気温がポンと上がった時にどうなるかっていう、ふうな考え方もできるわけですね。
そのためには、社会経済的なものは現在と一緒、そこは変わらないというふうな仮定を置くこともできます。まあ、その方が単純といえば単純なんですけれども、このビセド・カブレラ論文ではそういう仮定、社会経済的な影響、人口構造は変わらないという仮定で、進めています。で、死亡数というのは先ほど言いましたように、こういうふうに季節的に変化するわけですね。これ、横軸が、1年間の、お正月から、大晦日までの、1日から365日、あるいは366日までの、日別の死亡数の変化を見ています。こういうふうな、季節変化はそのまま、起こるだろうということを、仮定して、モデルに組み込みます。それから、気温のキャリブレーションというのが必要になってくるわけですね。左側が、気温の分布ですけれども、過去の気温の分布を、観察したものとして、この灰色の部分の分布があります。そうですね。それから、GCM の部分というのが緑色で示した部分です。これ実は GCM というのはロンドンですので、当然宮城県とは違うということですね。だから相当違います。これビセド・カブレラ論文をご覧になっていただければいいと思いますが、こんなには違いません。もちろん。これ例としてお示しするために宮城県の、観察データを使ったので、こんなにずれているということになります。まあ、逆に言うとですから、平均気温が近いだけで、似た気候のところでどうなるかっていうことで見るのはかなり問題ですよねということがこれからわかるかと思います。で、右側は、その気温と、累積分布ですね、にした形で、それで、観察したものと GCM そのもの、それから、バイアスを、修正したものですね。これもお話午前中にお聞きになったかと思いますが、どの GCM もそれぞれ得て不得てがありまして、やはり気温、どうしても何らかの問題が起こってくるので、そんなに現実ときれいに合うわけではないということですね。その合わない分は、バイアスとして、認識してそれを補正するという作業をします。で、この補正した、分布を使うということになりますね。あともう一つはダウンスケーリングというのもあるんですけれども、大体GCM というのは、0.5 度指標ですね。で、数百キロオーダーのものですので、ちょっと大きすぎるので、市町村とか、県単位でも、ダウンスケーリングをしないとやっぱりまずいだろうということになるかと思います。ダウンスケーリングと、バイアスコレクションをしたものとしての、気温の分布、将来の気温の分布を使うということになります。それから、そういうことで、このグラフ一番上がそのリスク関数ですよね。気温と死亡の関連。それから真ん中の段が、2010年から2019年の、気温分布と、それから緑の部分が2090年から2099年までの気温の分布ですね。これは先ほど申しましたが、GCM とか、から求まってくるものですね。で、これを、使いまして、それぞれの気温について、その分布に従ってどれぐらいの、リスクの寄与があるかというのが一番下の段になります。ですから、一番下の段をちょっと見ていただきたいんですけれども、山が2つありまして、リスクが一番低いところですね。OT のところっていうのは、リスクが言ってみればゼロですから、超過するリスクはゼロですから、そこではほとんど、危険はないということになります。
それから、やや高いところっていうのは、気温の分布としては非常にたくさん日数はあるんですけれども、リスクが小さいので、寄与する割合はそれほど大きくないということになります。まあ、同様のことが、まあ、慣例の方でも行われるわけですね。でこれ全部、足し合わせてやると、慣例の寄与割合が、マイナス 3.1%。これ、要するに、気温が上昇することによって 3.1% リスクが減ると。超過死亡は減るということになりますね。それから、暑熱に関しては 3.2% 増えるということになります。ただですね、まあ、これはまだ、論争のあるところで決着がついているわけではないんですが、先ほど言いましたように、一応これ、季節の調整はしてあるんですが、この、気温が上昇したときに、季節は残るわけですね。で、その、まあ、北海道は非常に、例えば今非常に寒いですけども、それが何度か上昇、気温が上昇して、例えば、青森県とか宮城県ぐらいの寒さになったとしても、寒さは残ります。そうすると、快適な気温に比べてその季節があるということによって、まあ、リスクが決まってくる可能性もあるので、寒冷による死亡が残るかもしれないという議論もあります。まあ、それはちょっと難しいところだということが言えるかと思いますけれども。で、今は非常に単純な、過去のリスク関数がそのままずっと続くと考えて、症例推計を行ったわけですけども、実は、ある程度証拠が出てきてまして、一つは右側に書いてあります。アダプテーションですね。当然、エアコン使うと、夏でもその暑さをしのぐことができます。で、それだけでは説明はできないんですけれども、ある程度その、高温によるリスクですね。超過死亡のリスクっていうのは、そういうアダプテーションによって下がってくるだろうというふうなことが考えられています。これ国別に見ますと、日本なんかはやっぱりちょっと下がってきてる感じがありますね。ただ、国によっては下がってないところもあります。なので、この、アダプテーションがどれぐらい起こるか。で、しかも、こういうふうに綺麗な形で起こるか。これは、だいたい全体として2、3割ぐらい、コンスタントに、OT 超えたらリスクが下がるっていう、仮定のグラフなんですけれども。こういうふうにきれいに出てくるかどうかもわからない。またこのアダプテーションのモデル化はできていないというのが、今の現状だと思います。それはもう一つ、先ほどもお話ししましたけど、これは宮城県の実際の例ですね。で、左側ご覧いただけばいいんですけども、年齢階級別の関連で65歳以上がピンクです。それから、84歳以上になりますと、一番高くなってますね。まあ、オレンジ色っていうんですかね。オレンジ色の一点差線。で、非常にリスクが高く、さらに高い。で、グリーンの75から84歳も高く見えるんですけれども、まあ、これはなかなかちょっと、一つは、これ、OT が非常に低いところに、位置してますよね。実はもうちょっと高い22、3度のところを OT にして見なきゃいけないというのが一つと、それから、65歳、そうですね、そうですね、ここがいいのか、75歳から84歳も、まあ、高めにはなっていると。で、65から74の方がちょっと低く見えるんですね。まあ、これはちょっと、解せない部分もあります。まあ、ただ65歳未満全部ですから、これは60代、50代、60代で、まあ、
肉体労働してる人とか、外で働いてる人たちも入っているということで、ややリスクが高くなっているのかもしれないですね。いずれにしましても、こういうその年齢ごとにリスクが違いますので、こういう違いも、モデルに組み込んで、さらに、精細な、解析、あるいは将来予測というのも可能になるだろうということは考えられます。ですから、こういうふうに、今、宮城県の例でお示ししました。で、宮城県のデータを入れるだけでもほとんどできてしまいましたので、これは、都道府県レベルで十分可能なはずですね。先ほどの、論文、ダウンロードできますけれども、論文と一緒にそのデータとかプログラムをダウンロードできます。ですから、解析も、簡単にできるということになります。ただし、先ほど言いましたけれども、気温と脂肪の関連について、本当にそれでいいのかということが一つ。それから、将来予測のモデルはどうするかということは、個別に考えて自分たちで、知るべきものを用意するということになります。でその将来社会的な気温と、将来的に社会経済的な変化も加味したもので見たい場合はそれを準備する必要があります。でその社会経済的な予測というのは、日本版 SSP というのを、環境研究所で開発されてますので、それを用いることが可能ですね。ですからそういうものとか、気象モデルなんかもデータとしては、適用センターで、持っているはずですので、ご相談いただければ、ご提供することは可能かと思います。興味のお持ちの方はぜひご相談ください。ここからちょっと別の話で、熱中症の救急搬送者数を用いた解析というお話をさせていただきます。もちろん死亡が一番大きな健康影響ということになるわけですけれども、死ななければいいわけでもないので、ここでは熱中症に絞って、データが得られるということもありますけれども、公的に得られるデータだけでもこれぐらいのことは分かりますよということを、ご覧いただきたいと思います。ここではなるべく長い期間取りたかったので、7月から9月の3ヶ月間のみ、2008年から2018年までのデータを用いています。で、この熱中症救急搬送者数データというのは総務省のサイトで、データそのものがダウンロードできます。それから気温のデータは気象庁からダウンロードできますね。この、URL をお使いになれば、両方とも、ダウンロード可能です。で、これ気温とその、救急搬送者数の関連を見たものですね。東京都で見てます。で、これご覧いただけば非常に明らかなんですけど、7月、8月、9月とどんどん、リスクが下がってますね。ということで、暑熱順化します。ということで、7月がやっぱり一番リスクが大きいわけですね。で、そういうことから言うと、暑くなり始めというのは非常に危険なので、そこで、やっぱり、注意喚起を非常に熱心に行う必要があるということかと思います。これもちろん3ヶ月しかやってませんけども、暑くなる6月から、5月、6月からも暑い日がありますので、そこでもすでに注意喚起は必要になるということになるかと思います。それから、先ほどちょっとお話した複合影響についての、例をお示しします。これ2019年のデータです。2019年に台風15号というのが来ました。これ関東地方が広範に影響を受けたんですね。で、その台風が起きたのが、9月8日9日ぐらいだったかと思いますけれども、でその台風の後に熱波が来てます。で、上が日最高気温です。で、台風の前後もちょっと気温高かったんですけれども、これご覧いただいて分かるように、7月から気温がぐっと上がったときに、まず最初か、救急搬送者数もぐっと上がります。ところが暑さが続いても、やはり慣れてくるので、一回だんだん下がってきますね。で、それである程度、
気温が下がってまた上がると、またちょっとこう、リスクが上がったりもします。で、台風の後のその熱波で、9月としては相当暑かったので、やっぱりピークがありますね。東京都でも。ですからやっぱり暑い時の影響というのもありますけれども、もちろんでも7月に比べると低いというのは、これから明らかになりますね。で、皆さんご記憶かと思いますけれども、この時にはですね、千葉県で大規模な停電が起こりました。そうするともうエアコンが使えなくなるわけですね。そうするとどういうことが起こるかというと、このグラフのように、台風の後にやはり熱波が来ています。で、救急搬送者数をご覧いただくと、千葉県でも9月までは同じようにだんだん循環が進んでいって、下がってきていますが、台風の後の、熱波ですね。これが、4月、8月の一番高いところを超えていますね。で、これは結局台風で、エアコンが使えない状況になる。あるいはまあ、それだけじゃないですけれども、屋根が、飛ばされたりとかですね、そういった家庭もたくさんありました。そういうふうな大変な状況の中では、やはりその救急搬送者数が、急増してしまう。多分そういうふうな大きな影響がなければ、千葉県の、この台風の後の救急搬送者数の、ピークもこんなに高くなかっただろうということが十分考えられるわけですね。ですから、やはり、複合影響ということがもうやはり視野に入ってくる。これも想定した、適応策を考えていかなくてはいけないということが、このことからわかるかと思います。で、まあ、未解決の問題ですけれども、先ほども言いました、適応の効果っていうのはですね、まだ定量化できてないんですね。で、ただ、まあ、先ほど言いました、世界的な規模の共同研究で、まあ、エアコンが普及することで、リスクがある程度低下することが分かっています。それから先ほどの千葉と東京の違いを見ても、エアコンがないと大変なことになるということは分かるかと思います。ただ、それを戻りに組み込んで将来予測にするだけの、定量的な、ものはまだできていないということになります。それから指摘気温が、先ほどご覧いただいたように、寒冷な地方と温暖な地方で違っていました。そういう違いが、例えば、ある地方が温暖化していったときに、同じように指摘気温が上がっていくんだろうか。ということも、上がるだろうということはある程度わかってるんですが、どれぐらい上がるかという量的な評価がまだできていません。この辺については、今、共同研究も進んではいるんですけれども、決定的な答えはまだ出ていないので、この2つがわからないと、将来推計をきちっとやるのはなかなかまだ難しいということになります。それから、ここからは適応策の話になります。で、まあ、全球規模で言うと、まあ、IPCC の第5次報告書では、ここに書かれてあるように、公衆衛生のインフラの整備が重要であるとか、コベネフィットも重要。大気汚染というのが、実は世界的には非常に大きな問題で、ですから、ミティゲーションですね、緩和策で大気汚染を防いであげると、それだけで相当死亡は減るよという話があります。それから個別には、マラリアには、殺虫剤付きの蚊帳を配布するなどで、まあ、効果が得られます。それから熱関連死亡に関しては熱中症予防警報とか、まあ、都市緑化というのは、まあ、これ、コストの問題などもありますので、これをそれだけでやるというのは、コストが高すぎるという話もあるんですけれども、まあ、そういうことができるということが言われていました。それで、今日は、熱関連超過死亡の話をしてますので、日本の電力適応策として、熱波警報対策システムということについて考えたいと思います。で、ターゲットというのはですね、全国民の中を、で、まあ、一般市民と、脆弱な高齢者と病人がいます。で、病人というのは、医療スタッフが対応していますし、
大体最近、まあ、病院はエアコンついてますので、そんなに大きな問題にならないことが多いです。それから一般の人というのはマスコミで情報をどんどん流してくれますし、環境省などにも情報、ウェブページとかありますし、そういうので知識もありますし、ちゃんと対応してくださっていると。で、結局、脆弱な高齢者というのが介入のターゲットになるだろうと。大体、高齢者の方は、デジタルデバイドとかいう言葉もあるぐらいで、なかなかそういうデジタル化の恩恵も受けていない。それから、行動に結びつかない。ですね。高齢になってくると、暑さに対する感受性が鈍ってきますので、暑くても暑いと感じないということがあります。それから、まあ、そういうことで、まあ、暑さに 対処できない。それから、認知症があると、もちろんそういう、適切な行動ができないということもありますので、ここに加入しなければいけないんですが、今までの熱波警報対策システムというのは問題があります。それは測候所での気温を予測として用いて、それで発令するということですね。例えば28度 C で、発令するということを考えます。そうすると測候所が例えば26度だったとします。そうすると測候所を含むその、周りの地域の家々の室内の気温を見ると、当然その測候所よりも涼しい家もありますけれども、暑い家もあるんですね。で、この、正規分布みたいに見えているのが、家々の室内の気温の分布だと考えてください。で、まあ、一番理想的には、その測候所の気温が、最頻値のところに来るというのは、まあ、理想ではありますが、そうだったとしても、例えば26度だったときには、この時には、発令しませんね。28度以上で発令なので、測候所が26度だと発令しませんけれども、この分布の28度より右側のところでは、本当は対策が必要なのに行動しないということになって、これ非常にまずい状況ですね。逆に、測候所が33度ということが予測されたときには、まあ、発令するんですけれども、この青で示した部分ですね。ここは、涼しいので、対策は本当は不要なのに、冷房してしまうか、あるいは、発令されたけど涼しいじゃんということで、あ、もうこんな発令なんか聞いてもしょうがないよね、という、まあ、狼少年効果ということを醸成してしまう恐れがある、という、こういう問題があります。ということで、じゃあどうすればいいかということですけど、まあ、水は夏中はずっと多めに飲めばいい。それから、エアコンは、を使うかどうかっていうのは、自宅の自分が過ごしている部屋で決めればいいだろう。この二つやればいいんじゃないかということですね。で、まあ、水の飲み方としては、気温が高くなくても、飲んで、それで、健康を害することは、普通の人はありません。腎臓が悪い人は、まずい場合がありますが、そういう人は大体一緒にかかっていますので、医者に相談すればいいということですね。で、だからまあ食事の時に飲む。それから食事と食事の間でコップ1、2杯程度飲む。これぐらいではまあ普通がいいになることはまずありません。それから大量に汗をかくことが分かっている場合は事前に飲む。ということですね。それから、大量に汗をかくんでなければまあ、塩分追加は必要ないだろうということですね。まあ、日本人というのは大体食事からの塩分多めで塩分減らしなさいと医者から言われている人が多いので、そういう人は夏に汗をかくと減塩ができてかえって血圧が低くなっていいという話もありますので、塩分はそんなに神経質になる必要はないですね。もちろんスポーツで2リットルも3リットルも汗かくときは別です。それから、エアコンの使い方ですけれども、自分のいる場所の気温を目安にする。それからエアコンの設定温度というのは、自分がその座っているところと違う場合がありますから、自分の今座っているところに、気温計を置いて、ここが何度ぐらいまでは大丈夫というのを自分で知って、それを超えないように
エアコンの設定温度を決めるということですね。で、まあ、寒いのが嫌な人はですね、私の年取って分かったんですが、30度ぐらいだったら、まあ、大丈夫ですね。で、まあ、人によりますので、それから、まあ、北海道の人と、沖縄の人は違います。で、これまで OK であれば、まあ、大体それぐらいまで大丈夫だろうということで、やってもいいかと思います。それから、住居にもよりますので、気温が同じでも、まあ、西日がすごく当たるところは、壁から輻射熱が結構来ますので、そういうところはまあ低めに設定する必要が出たりするかもしれません。それからまあ、これちょっと、我々が昔、やらせていただいて熱中症予防の介入ですけれども、まあこういう、興味のある方はこの論文読んでいただければいいかと思うんですけれども、さっき言ったようなことですね。エアコンちゃんと自分のところで使いましょうということと、水を飲みましょうというふうなことを、ちゃんとガンガン、お知らせするところと、普通にやられている予報を飲むところ、あるいは、何もしないところの3つに分かれてみると、やはり行動変容は起こりましたという話ですね。だからまあ、そういうふうに、地域、の行政の方々が、それなりに対処されるというのは非常に大きな意味を持つということが分かりました。ただ、やはり人口高齢化して認知症とか要介護の割合も増加してますので、自分で水分とかの補給とかエアコンの設定ができない方も増えてきています。ですから、そういう人に対してどういうふうにアプローチするか。要するに住んでらっしゃる方が先ほど言ったその水をこまめに飲む。それからエアコンの設定をその人に適切なものにするということができるような状況を作る必要があるということになりますね。ということで、以上ですね、お話。ご清聴ありがとうございました。それで時系列解析についての細かい説明は先ほどのビセド・カブレラ論文では省かれています。そこから勉強したいという方は、ここにリンクを載せましたので、こちらで、見ていただければ、ある程度分かっていただけるかなと思います。健康学会のワークショップは、時系列解析の、そのリスク関数を作るところまでですね。それから長崎大の修士課程の講義資料も、提供していただけることになりましたので、こちらを見ていただければ、将来予測までの、資料が入っているというふうに聞いております。ただ、これ、Google Chrome でやられると多分、ダウンロードできるようになっているかと思うんですが、もしうまくいかない場合は、私の方までご連絡いただければ、何らかの形で資料をご提供できるかと思いますので、ご連絡いただければと思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。